メディアを再生する日本リス日本リスは、月シもクリスカリス属に分類される、月誌類。日本固有種。淡路島では、近年の生息状況は不明とされる。広島県では絶滅したと考えられている。体長16から22センチメートル。尾長13から17センチメートル。体重0.3キログラム。覆面や、お先端の毛衣は白い。 染色体数は 2n イコール40。下季は背面が赤褐色。冬季は磁界先端の体毛が伸長し背面が肺褐色になる。冬家では目の周囲にわずかに白い体毛が生える。以前はキタリースの亜種とされていた。カラフト経由で日本に侵入したキタリースが分岐した種だと考えられている。ミトコンドリア DNA の首都クロムビーの塩基配列を決定した。 分子系統解析では340万年前に分岐したと推定され、中期更新世の地層からも化石が発見されている。一方で1 2スルナの塩期配列を決定した分子系統解析では、キタリストの遺伝的差異が、シュマリス族やムササビ族における個体変異レベルに過ぎないとする解析結果もある。平地からアコウ山帯にかけての森林に生息し、 生産地の松林を好む。樹状性。中高性。10ヘクタールの行動圏内で生活し、行動圏は、オス同士や異性間では重複するが、メス同士では重複しない。樹上に木の枝や樹皮などを組み合わせた休憩の巣を作る。植生はほぼ植物食。夏季から陶器にかけて主に鬼ぐるみ、松花の赤松から松五葉松などの種子を食べる。 植物の芽、花、果実、種子、キノコ、昆虫、節足動物なども食べ、食物を枝の間や地中に埋めて貯蔵することもある。春季は、種子以外の植物質を食べる比率が大きくなる。繁殖様式は体性。春季から夏季に2から6匹の幼稚を年に1から2回に分けて産む。寿命は5年。以前は、食用とされたり、毛皮が利用されることもあった。 以前は狩猟銃だったが、第二次世界大戦以降は捕獲数が減少した。1994年に狩猟鳥獣から除外されている。ありがとうございます。